うわっ、ここだぞ。うわうわ、むずいなこれ。この日は1月14日に開催される F ゲームに向けての練習日だ。翼が練習に遅れそうだ。慌ただしい様子で準備をしている。この日も妹のカネが送り出し、無事に練習へ向かった。が、しかし、なんとこの大事な練習日に翼がボールを忘れてしまったのだ。翼の見守り担当の妹のカネも相当焦っている。しかしここで奇跡が。なんとここで変な二人のヒーローが登場した。ロヒどうしたんで、翼くんが F ゲームの練習行ったんですけど、ボール忘れちゃって。いや、いつものことやん。それを届けてほしいんです。なに、なに、どうやって届けんの。走ったけど追いつかなくて、うん、どうやって届ける。コウノトリとか、うん、佐川急便か。佐川急便や。あ、佐川、じゃあ行こうよ。佐川、違う。ボールを窓の中に蹴り込んで入れてほしいんです。蹴り込む、蹴り込む。カニアの無茶な要望が入る。そう、翼が運転している車にキックで蹴り込むというものだ。やってみよう。ここでミッションをおさらいしよう。フリーキックで走行中の車にボールを蹴り込む。ただし、ヒーローに与えられた制限時間は3分だ。車が接近してから通り過ぎるまでの間はタイマーが動き続ける。さあ、時間内にこのミッションをクリアすることができるのか。まあ、設定上クルダツバサの車みたいになってるけど、実はこのアスタレーシーのカメラマンの車っていうことなんですけど、それ。大丈夫？大丈夫。廃車するんで。廃車するんだね。壊す予定なんだよね。そうそうそう。だからもう廃車する予定なのでやってもいいっていう。担任ならもうすぐ一発入る。そうだ。ただね、物は大事にしましょうね。物はね。うん、そうだね。アシザレシー F ゲームまであと2週間。マジでめっちゃおもろいよこれ。あそこに入ったらチャンネル登録お願いします。いや、これ入る。さあ、一人目のチャレンジャーはノブくんだ。行きます。ここでキャプテンの意地を見せることができるのか。さあ、運命の一本目。決めてくれ。さあ、タイミングを読む。ここで蹴り込んだ。ここは車の後ろをわずかにそれていく。惜しくも決まらない。むずいなこれ。こんなさ、これのために生まれた、このコート。え、このために生まれた。本当ですね。さあ続いて弾丸ヒーローのチャレンジだ。ここで決めることができるのか。来た。さあ車が近づく。ここで撃っていった。おっと、惜しくもドアの縁に当たる。ここは運転者の翼も驚いている。廃車予定の車なので皆さんご安心ください。惜しい、惜しい。カニャお前自分で入れろ。ここでなぜかカナのチャレンジ。設定がむちゃくちゃな気がするが、ここは見守っていこう。ここでキックをする。うおっと、ここはわずかに車の上をそれていく。後ろにいる弾丸くんもびっくりしている。惜しい。まあ、今年はですね、はい、1月14日に F ゲームあるじゃないですか。僕はもうここ絶対成功させたいんですよ。で、今回は窓の中入れますけど、 F ゲームに関してはあの白いゴールの中に入れたらこれは1点ですから、どんどん決めていきます。ここ決めたら今年初ゴールじゃないですか。うん、F ゲーム成功させるためにもここ決めます。さあ、ノブくんの2球目。キックをした。おっとー、ここはなんと車の下に当たってしまう。ただタイミングは合ってきたようだ。場所合ってた、場所合ってた、高さだけ。コツは、人の車だと思わないこと。大丈夫なのね。大丈夫、大丈夫です。なぜなら廃車するやつ。廃車するんだよね、はい、そう、これはカメラマンの廃車予定の車だ。ご安心ください。行くぞ、行
さあ、弾丸くんの2球目。ここで蹴っていく。バットここはわずかに後ろの上部に当たってしまう。タイミングとしてはすごく惜しいシュートでした。お気づきだろうか、もうこの動画では翼のことは忘れられている。さあ、カニャの2球目、ここでキックだ。おっとー、ここもわずかに後ろに当たってしまう。っていうか、そもそもずっとここ走ってるんだったら降りて取りに来い。え、窓ガラス、やばい、悪い。まあ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 、この車は廃車かもしれんけど F ゲームでは勝者になるんで。おー、はい、もうそれだけですわ。あと100万人いってませんけど、今年は絶対行きます。絶対、はい、今年100万人どころか200万人行きます。しゃあ、見とけ。さあ、ノブくんの3球目、徐々に近づいていってるが、ここはおっと、ここも上部に当たってしまう。ただ感触は少しずつ合ってきたか。さあ、再び弾丸くんのチャレンジだ。一度ぐらいは弾丸シュートをぶち込んでほしいものだ。さあ、ここでキックをする。うおっと、これはすごく惜しい、すごく惜しいぞ。これはどこに当たったのか。おっと、ギリギリした、ギリギリしたです。ダメでしたね、今回もヒーロー、うん、やるしかないっしょ。さあ、行き込んだカニャ、ここは決めることができるのか。さあ、キックをしていく。おっと、ここは大きく外れてしまう。やはりこのチャレンジは難しいのか。弾丸くんはボールをキャッチできず。あ、入らん。さあ、そろそろ時間がなくなってきた。焦る3人、焦るノブくん、ここは決めたいところだ。さあ、焦点合わせてキックをしていく。ここも惜しくも上部に当たってしまう。これはやはり難しすぎるのか。このチャレンジは誰も成功できないのか。ガチで時間ないから、うん、決めるよ。あれ、今年何年ですか。ふんどし、うん、黙れ弾丸。おっと、失礼。ここで弾丸くんのチャレンジ、キックをしていく。おっと、ここもまたもや後ろに当たってしまう。やはり調節が難しいのか。いや、高さは良かったね。高さ良かった。F ゲームの練習でしょ。あの、ボール用意してますから、いつも一人ボール持ってこんでいいから。小学生じゃないんだから、一人ボール一球持ってくるんじゃないから。早く決めろ、早く決めて。さあ、ここでカニャのチャレンジだ。キックをしていく。うわっと、ここはタイミングはバッチリだったか。高さが合わない、高さが合わなかったようだ。ものすごく惜しいシーンでした。さあ、ノブくん、ここで決めれなかったら F ゲームでも決めれないぞ。さあ、ノブくんのキックはどうなるか。ここでキック、惜しい、これも上部に当たる。ただやはり感触は良くなっているようだ。これも惜しいシーンでした。あともう少し。さあ、ここは弾丸くんが決めるのか、仕留めるのか。ここでキックをする。ここは後ろにそれていった。車が動いているため、来る場所を予想して打たないとダメだ。これが非常に難しい。あいつに気づけないよ、ボール。さあ、カニャのチャレンジ、時間も残りわずかになってきた。さあ、ここで決めることができるのか。おっと、ここは惜しい、ここはものすごく惜しいぞ。これも上部に当たって、翼もこの表情だ。この高さだけですね、あとは高さだけです。タイミングはバッチリでした。僕の今年の目標は、たくさんの人に
笑顔と幸せを届けることです。子供たちいっぱい見てくれてるんで、今年はもっともっといろんな人に見てもらって、その人たちにね勇気与えます。それの最初は F ゲームやと思ってます。1月14日見に来てね。F ゲームはライブ感覚で来てくれ。普通のフットサルの試合じゃないぞ。のぶくんの今年の目標は、はい、たくさんの人に笑顔と幸せを届けることです。のぶくんが語っていたたくさんの人に笑顔や勇気を届けること、このチャレンジは足ざれ UC の一つの企画に過ぎないかもしれない。ただこんな一つの動画でもたくさんの人に笑顔や勇気を届けることができる。こんなに幸せなことはないと足猿 AC のメンバーはいつも語っている。このチャレンジを成功させることが1月14日の F ゲームに必ずつながると、そう信じているのだ。さあ2024年の足猿 AC はどうなっていくのか。ノブくんのチャレンジだ。さあ果たしてどうなるのか。ノブくんが狙いを定めてキックをしていく。おっとここは綺麗なホーム線を描いて決める。メンバーも大喜びだ。来たマジで来た。のぶくんありがとう。チャンネル登録のお年玉よろしくお願いします。みんなありがとう。ありがとうじゃなくて、あのだからこのボール持って練習行かないとダメなんだよ。戻ってきたら意味ないから。それやったら俺はこうやって入って、うん、戻ってきたら意味ないから、ありがとうじゃなくて。じゃあもう最初の茶番なんすか。やばいみたいな。はい、まあということでね、マッサル AC としてはもっともっとこう飛躍していくために ね、こうやって新しい企画とか、もういろんな企画これからねやっていきたいと思います。はい、で普段ショート動画はね結構上げてるんですけど、このロング動画の方もね、うん、はい、皆さん見てもらってね、はい、ぜひねチャンネル登録の方をしてもらえると本当に励みになりますので、お願いします。お願いします。はい、1月14日、はい、日曜日エスポルタアリーナ八王子行われる F ゲーム、はい、こちらね開催されますので、もし見に来たいって思う方は概要欄の方にチケットページ貼ってますので、ぜひ見に来てください。します。この満席の中でね、はい、僕たちはフットサル、本当のガチのフットサルをこう見ててね、そしてアスラ UC 今年もよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価お願い。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。皆さん明けましておめでとうございます。まず今年一発目の14日の F ゲーム、必ず成功させて2024年一番飛躍できる年にしたいと思っています。皆さん今年もよろしくお願いします。